はい、こんにちは。こんにちは。ポチコです。ポチコです。今日はね、以前、骨折の松葉杖バージョンしたと思うんですけど、はい、回復しなして、軽装具ちゃうわ。装具じゃん。間違ったらごめん。ごめんなさい。の、うん、もう取れて、取れて、うん、いよいよもう歩くという。歩かないか。っていう時に、うん、靴をね、うん、履くと思うんですけど、そうやな、靴が履けないんですよ。そうじゃん。腫れてて。そうじゃん。その部分に、うん、ベストな靴を発見したんで、うん、紹介したいと思います。はい。で、これがね、まあ、靴、いつも仕事で使ってる分なんですけど、靴です。かっこいいね。これをね、入れるときに、まずもうこの時点から入らないんですよ。そうやな。ここの腫れがひどすぎて。あ、そうじゃん。すごかったもんな。うん。うん、で、もう諦めて、どうしようかってなったときに、うん、じゃじゃん。まだアドリンク載せておきます。あなた思いっていう。ほんまじゃん。あなた思い。これ何がすごいかっていうと、先ほど言ってたこの部分こう入らないじゃないですか。うん、それを解消できるようにベリベリがね、ビャンとこんだけ開くんですよ。すごいや、こう指まで行くんやな。そしたら、うん、まっすぐこのまま入るよね。で、マジックでな、ここでベッと固定してやると、うん、ほんでクッション性もすごく良かったです。よかった、うん。これどれぐらいお世話になったかな。半年近く。そう、これ2代目ね。ちなみに靴。そうだよね。間であかんかったっけ。やっぱ半年も履いたの。そう、半。うん。で、あの世代交代して。そう、これ2代目の子ですね。3ヶ月ぐらいかな。そうやな。もうほんまにほぼこれしか履けんかったっけな。そう。前も松葉杖の分の動画でも載せてますけど、うん、もうここがね指が全部。うん。ここを折ったのに、うん、ここ全部腫れちゃう。そうそう、びっくりしたな。真っ青だったっていうんですね。で、結局ね、腫れてたら履けないんですよ、靴って。そうなんよ。で、あの、これをね、今なんで取ってるかっていうと、うん、これも素材ごみで捨てちゃうんで。捨てちゃうんでね。うん、その前に取っておきたいと思います。はい、あなた思い。はい。あとはね、これリンク載しておきます。はい。ということで、はい、つなぎつなぎの動画などと思いますけど、最後。はい。まあね、このあなた思い。まあ、うちらはね、靴屋さんで発見したんですが、まあ、同じものがいいよっていう方は、骨折した時用にね、まあ、知識として入れておいてください。はい。最後になりました。チャンネル登録と高評価。お願いします。お願いします。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。